店長。はい。ちょっと切りたんですけど。ああ、入った。ああ、入った。入った、先生。こんな感じで。うん、大丈夫、大丈夫。岸さん、体大きいからさ、入んないかと思った、体大きいから。岸さん、体大きいから入んないかと思ったね、岸さん。まあ、アルバイト初日ですけどね、まあ、接客っていってもスーパーのバイトなんで元気よくやっていただければいいと思います。大丈夫ですか？で、朝礼でね、声出しやるんですけど、普段みんなでやるんですけど、今日は2人でやりますので、私に続いて行ってください。大丈夫ですか？はい、いらっしゃいませ。接客なんで元気よく行きましょうね。ありがとうございました。申し訳ございません。申し訳ございません。謝れとだけ。うまっ。なにこいつ。いらっしゃいませとか全然ダメだったのに謝るのだけうまっ。どんな人生歩んできたんだよ。岸さん。いや、謝るのだけうまいですよ。いらっしゃいませとか全然だったのに。ありがとうございます。下手だな。岸さん、申し訳ございません。申し訳ございません。重いんですよ。重いのね。もうちょい軽くいきましょう。もうちょい楽にやって。申し訳ございません。申し訳ございません。もうちょい申し訳ございません。もう少しずっと軽い。それだったらもう少し。申し訳ございません。もう少し申し訳ございません。もうそう申し訳ございません。そうそれ毎朝やんのかこれ。毎朝朝礼でこれやるのか。俺嫌だよ、岸さんとチューニングすんの朝。岸さんが来るから30分前に来て、あ、明日俺9時出勤か、岸さんも9時だ、じゃあ8時半に行かなきゃなとか目覚ましかけんの俺嫌だよ。なんでお願いしますって。そんな集まりしたくないって言ってんだよ。申し訳ございません。ビーって戻っちゃうな。あんな丁寧にチューニングしたのに戻るときはピーンって戻っちゃうな。岸さん、戻るときはピーンってなっちゃうんだ。やめろよ、あんたがそれやるの。岸さん、ねえ、ちょっと違うんすよ。お客さんが来てそんなのおかしいでしょ。例えばこのリンゴがね、ちょっと傷んでたんですけどみたいな時にね、そんなおかしいじゃん。すいません、このリンゴ傷んで。申し訳ございません。それ違うんだって。だからちょっと違うパターンでやめてください。このリンゴ傷んでるんですけど。申し訳ない。申し訳ない。俺のせいで。お前のエラーのせいで甲子園逃したんか。なあ岸さん、それ違うわ。このリンゴちょっと傷んでるんですけど。申し訳ない。本当に私の責任だ。本当に申し訳ない。お前社員にバカで払えなかった社長か。社員に金払えなかった社長か。お前違う、岸さん、それでもないこれちょっとリンゴに立ってるんですけど。申し訳ございません。本当に申し訳ございません。勘弁してください。申し訳ございません。社長の方に娘連れ去られたんか。岸さん、あんたどんな人生歩んできたんすか。高校の時に僕のエラーのせいで甲子園行けなくて、その後起業したんすけど、あの社員に金払えなくて借金抱えちゃって、その方に娘連れてかれて。俺三輪明宏かお前。そうじゃねえだろ。髪切ったんすかってまだお前。坊主の三輪さんは三輪明宏じゃないだろ。キャラさ、三輪明宏じゃないだろ。なんで見透かしてんのって話だよ。なんで見透かしてるんすか。いや、あんたの謝罪見てるとなんかそんなわかるんだよ。あんた人生は謝罪で大体見えてくるな。そうなんですか。ああ、じゃあ俺の謝罪ちょっと見てくれ。申し訳ございませんでした。どんな人生だよ。クソみたいな人生。潰すぞお前。なあ、もう疲れたよお前。申し訳ございません。やめろよ、重てえな。ビーンじゃねえんだよ。ビーンやめろよ。もういい、休憩しよう。もうですか。もうだよ。今から出勤だけど一回休憩しよう。もう疲れたからちょっと飲み物買ってきて。はい、これでもう岸さんでも買ってきていいから。ああ、ごちそうさます。ありがとうございます。なんかブラックですか。伊藤さん、ブラック。ああ、ございます。
え、ごちそうさまです、うまっ。ごちそうさまって言い慣れてるのか、よくごちそうされるのか、だから太ってんだよ、失礼。